せーの、カンナギラミッツです。よろしくお願いします。はい、今から8月24日東京天神公園のご招待ライブということで、新宿マンズさんでのネタ席読ませていただきます。はい、こんにちは、ナリスです。8月24日新宿マーズさん一部のご招待公演のネタチェキを読ませていただきたいと思います。まずはどっちだっけ、あ、こっちか。はい、ひょうちゃんありがとう。はい、ネタチェキが777枚目ということで、わー嬉しい、ありがとう、すごいね。でもなんか全ネットチェキじゃないや、全チェキとか合わせると今もうすごいことになってるもんね。いや、記念すべき777枚目、めちゃくちゃ嬉しいです。はい。本当にね、ちょっとね、嬉しすぎて、なんかすごいね、面白いことしたいなと思ったから、体全体って7をイメージして撮りました。はい。ちょっとね、腕が上がっちゃってるんですけど、7はちゃんとまっすぐないんだけど、腕が上がっちゃってます。はい、ちょっと嬉しみのあまりに、はい、腕が上がってるんですけど、はい。顔は見えてなくてもね、やっぱ愛が伝わってきたし、伝わるかなと思って、ちょっとこういう感じにしてみたんですけど、まあ、気に入ってくれるとすごくすごくとてもとても僕は嬉しいです。はい、これからも末永くよろしくお願いします。ありがとう。はい、お次が、たくや、ありがとう。初ネットチェキかな、どうなんやろう。嬉しい、めちゃめちゃ。はい、いただきます、チェキということでね、いただきます、ポーズにしてみました。はい。たくや、早く食べないと、僕が先に全部食べちゃうよっていう感じのチェキにしてあります。はい。僕ね、意外とね、食いしん坊っていうか、なんやろ、そんなにね、胃のキャパはないんやけど、キャパシティはそんなにないんやけど、なんだろうね、めちゃめちゃ食べたい欲はすごいんよ、いつもね。そう、すっごい量食べたい気持ちで、いろんな料理をバー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 って頼んだり、買っちゃったりするんやけど、結局ね、一口ずつで超大満足みたいな。全部食べへんのかいみたいな。だからちょっとね、僕には残飯処理がいるので、はい。たくや残飯処理になってくれますか。まあでもね、これはね、ちょっとね、これからの、朝日とのチェキと並べてくれたらすごく嬉しいなと思います。はい。朝日と乾杯するときも僕も一緒に入れてください。ありがとう、たくや。はい、ということで、8月24日新宿マーズさん一部のネットチェキ買ってくださってありがとうございました。声が低くて申し訳ない。もう寝る前なので。はい、ということで、ネクスト。はい、こんにちは、リオです。今から8月24日一部のネットチェキの命名が始めたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きます。とうとうありがとう。はい、締め殺してだっけ、リクエスト締め殺してだったと思うんだよね。だから締め殺してあげるね、とうとうってやつ。リンのね、見たことあるかどうかわかんないんだけど、携帯についてるチェーンでチェーンを持ってこうやってしてます。どう？でも殺すなら締め殺すがいいかな。なんでかっていうと、いやマジでもほんとメンヘラだと思われちゃうんだけど、いやメンヘラかもしれないんだけど、なんか好き、例えば自分が好きな人の最後に映る光景がリーでいてほしいの。わかるかな。だからとうとうに映る最後の光景がリーであってほしいから、じゃあリーが殺してあげるねって言うチェキにしました。なんで締め殺してほしかったのか、ちょっと理由を今度聞かせてください。待ってます。いつもありがとう。はい、以上でリオのネットチェキのメンバーがやりたいと思います。買ってくださってありがとうございました。ネクスト。はい、こんにちは、あやねです。今から8月24日東京定期公演のね、マーズさんのネットチェキを見たいと思います。マーズ、トリンちゃんありがとう。はい、東京定期公演っていうね、定期公演ってさ書いたんだけど読めるんかな。私ね、漢字が読めるとか日本語が読めるとか、どれぐらいの度合いが読めるかわからないんですけど、デジチェキもね、そういえば定期公演っていう漢字で書いたんですけど、もしわからなかったら日本語
何カメラで、あのアプリでね、カメラで写したら翻訳してくれるやつがあるから、なるべく字綺麗に書いたんで、多分読み取ってくれると思うから、わからない単語はちょっと読み取ってみてもらってお願いします。私もちょっとフランス語を調べて書いてみるんで、今度もし合ってたら嬉しいんですけど、間違ってたらごめんね、合ってたら教えてください。でも多分読み方の方が難しいから、フランス語って読み方すごい日本人からしたらすごい難しくて、なんか書くのだったらまだいけると思うので、ちょっと翻訳してから頑張ってチェキに書こうと思います。今回はジャパンからフランスへ愛を届けますということで、ハートのチェキにしました。届けばいいです、ありがとう。はい、お次がメグタン、ありがとう。はい、今回はお疲れ様チェキということで、大人のお疲れ様チェキにしてみました。乾杯って感じです。結構ね、ライブ終わり私すごい炭酸水飲みたくなるから、最近めちゃくちゃ常備してるんですけど、炭酸水のおかげで、でめっちゃお腹が空くのを抑制できてね、ちょっと絞れてるような気がするんですよね。なんかこの間体脂肪率測ったって言ってたじゃないですか。だからあんまり無理はしないでおこうかなと思うんですけど、ある程度ちょっと頑張って絞ってみようかなと思うので、メグが想像してるより意外と高かったんで頑張ります。それ以上絞るのって言ってたけど頑張ります。で、今回イヤリングじゃないピアスを変えてみたので、見えるように撮りました。お疲れ様ってよく OL の人がさ、お疲れ様ってやるやん。いや、あ、ごめん、私の妄想の中ではやるねんそのイメージで撮ったんで、私のことを大人のお姉さんと思ってな、ありがとう。はい、お次が千秋、ありがとう。はい、今回はちょっとね、小物を使ってみました。たまにやってくる私の小物チェキシリーズなんですけど、今回は手鏡を持ってみました。今回はね、お家でめちゃくちゃメイクを頑張ってから東京定期公演に臨んだので、めちゃめちゃ余裕を持ってチェキを取れたし、めちゃくちゃまつげも上がったんですだからそれが嬉しくって、今日メイク頑張ったんだよっていう意味も込めて手鏡を持ってます。本当に私化粧が時間かかるんですよ。本当にね、2時間くらいかかるんですよ。2時間プラス髪の毛セットするのに1時間かかるので、最近髪の毛は結構短くなったんですけど、40分くらいになったかもしれないんですけど、本当に合わせて2時間ちょいかかるんですよ、準備が。なんでそれぐらいかけていつもメイクしてるので、本当に落とす時にもったいない。だからね、本当に千秋がいっぱいチェキ頼んでくれるのが嬉しいんですよ。その日その日の私のメイクが保存されてるような気持ちになるんでちょっと変態かもしれないですけど、そう、でもね、メイク自分にするのとかも好きなので、私のメイク変わったとか気づいてくれるやんか、なんかそれもすっごい嬉しいです。だからその意味も込めて手鏡チェキ、ちょっとお姉さんっぽい感じで撮ったので受け取ってください、ありがとう。はい、以上です。ハイネスチェキ買ってくれた皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、皆さんこんにちは、エネです。今から、5月と7月の漏れ分のネットチェキを読ませていただきたいと思います。まず2枚買ってくれた千秋、ありがとう。これは5月22日のジャパンアダジャツ執行談話の沖縄公演の分と、ツーマンライブの方のネットチェキになります。ちょっと一緒に読んでしまったんですけど、こっちは観光してる風のチェキです。何を書いたかというと、シーサーを書きました。あんまり可愛く書けなかった。でシーサーってもともと可愛いもんでもないしね、なんで許してください。でもね、めっちゃいい感じになったんですよ。なんかね、お花を描いたらアロハ感が出てね、沖縄感が増しました。でこっちは横チェキなんですけど、よく見たら分かる通り海で泳いでます。私一回沖縄の海で泳いでみたいのに泳いだことがないので、ちょっと次もし沖縄に行くことがあったら、ファミリーも行ったけど全然泳げなかったので、これからはもしあのカナギとか、ほら最近海外行ってるから、海外プラスで北海道とか沖縄とかも行きたいなって思ってるんで、ちょっとね、観光できたらいいなって思ってます。まあ、今回は千秋と一緒に観光したんでね、大満足なんですけどね買ってくれてありがとう。遅くなってごめんね、待っててね、ありがとう。はい、お次がレッドライスさん、ありがとう。今回は7月24日のアナフェス大阪ミニ3部のアムホールさんでのネットチェキなんですけど、遅くなってごめんなさい。ただいまチェキです。お待たせしました。もうタイに行くまでに遅れてよかったなと思います。ただいまじゃなくなっちゃうので、フランスと日本の国旗を書いて、かけるって書いて、この交流をチェキで表してみました。ただいまって言ったらお帰りって当たり前にみたいに言ってくれるレッドライスさんの安心感がすごいなって思います。レッドライスさんはなんかすごいお茶目なところもあるけど、基本的にはめっちゃ包容力ある人だなって思ってるので、すごい話しやすいし大人っぽいし、だからこれからも私たちのペースで喋っていけたらいいなって思ってます。チェキちゃんもねいつもありがとうね。次は多分タイ戻りだと思うので楽しみにしてます、ありがとう。はい、以上です。アイナのチェキ買ってくれた皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、
回も買ってくださりありがとうございます。それでは以上、私たち風やりつでした。ありがとうございました。